ュアリグ F リーグ2018-2019 ディビジョン1第27節12月15日に別府ビーコンプラザで行われたホームゲーム、バサジー大分はペスカドーラ町田と対戦。まずは前半1分、町田のコーナーキック、町田の森岡にゴールを許し先制されてしまいます。立ち上がりの大分は町田の堅い守備に阻まれ、決定機をなかなか作れません。前半6分、町田に隙を突かれ追加点を許してしまい2点差に。なかなかチャンスを作れない大分、しかし12番レイチが前線での守備で躍動、町田の攻撃を潰していきます。大分カウンターのチャンス、ビトンから怪我から復帰の神福本、惜しくもキーパーがセーブ。大分は2点を追う展開で前半を終了します。切り替えて迎えた後半5分、11番森村、フィジカルを生かしたドリブル、相手をかわしてパス、4番田村。フットサル日本代表にも選ばれている森村田村のコンビが町田ゴールをこじ開け、大分は1点返します。ここから勢いに乗る大分、前半とは打って変わり町田ゴールへと迫る。そして後半7分、19番森、ナイスプレス、イブヤがボールを奪うと森につないで、最後はビトン。バサジー大分、いいディフェンスから作ったチャンスをものにし同点に追いつきます。さらに攻める大分、4番田村、浮き玉で狙うもここは読まれる。今度は山田ラファエル優吾、わずかに外。両チームキーパーの好セーブにより試合は緊迫した展開に。キーパー岩永ナイスセーブ、チームを救います。15番吉田、ワンツーで抜け出しレイチへ、町田も一歩も譲りません。お互いに最後まで攻め続けましたがスコアは動かず、2対2の引き分けで試合終了。バサジー大分ホームで勝利とはなりませんでしたが、強豪町田相手に勝ち点1を得ました。第27節終了時の順位はご覧の通りです。次回ホームゲームは1月26日土曜日、今シーズンのホーム最終戦となります。ぜひ会場へお越しください。